このサイトは演劇の一シーンを作ってもらうことを体験してもらう、サイトです。演劇の面白いところは映画やテレビと違って自由に場面が動かないわけですが、そこをセリフだけでお客さんに何が起こっているかを伝え想像してもらう、そこがまあ演劇の面白いところなので皆さん工夫してみてください。